ょ。はい、どうもこんばんは、ワドツです。今日は2019年の3月の18日、1時、37分ですね。こんばんは、よろしくお願いします。ハートありがとう、ニンニ、お疲れ。今日何時ぐらいに起きたっけな。朝方起きて、朝の9時ぐらいに起きて、朝の9時ぐらいだったっけ俺起きたの。で、洗濯物やったり2、3時間放送やって、1時にミーティング始まって、で今1時か。結構起きてますね。久々に頭使って、久々に頭を使って、こう仕事じゃないけど仕事したなっていう感覚で、ただなんか寝つけそうになくて、頭がこうカッカカッカしてるから一回落ち着きたくて、枠を開きました。1時間ぐらい喋りたいなっていう気分なんで、なんかコメント書いてくれて、なんか他愛もない話ができたらと思うんで、なんか話題振ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。いや、いいですな。いや、寒いな。ニンニからもらったヒーターつけよう。寒い、今日寒いね。夜帰宅しました。いや、大変だったけど、すごい面白いことになりそうですよ、いろいろと。ただいま、何の話しようか、何の話する。ヘピー、疲れたな。BGM 変えよう。ちょっとまったりする BGM、 いつものに変えます。なんか面白いことあった？今日はみんな、あ、そうだ、俺言いたいことあったんだ。一個言いたいことあったんだけど、ちょっと聞いて、俺の愚痴を。あのね、なんかリスナー、ブロックしたリスナーから、LINE が来たんだよ。はい、わざつ銀魚姫。ブロックしたリスナーから LINE が来て、で、その内容がすげえ腹立ったからシェアしようと思って。シェアっていうか、どう思うっていう。みんなどう思うっていうの。愛は立つ。まあ、セフィゾーなんだよ。そのブロックしたリスナーって、セフィゾーって言ったらうちのリスナーだったらわかるじゃん。あの、うざい男、うざがらみしてくる男なんだけど、セフィゾー、あ、セフィゾーの LINE もねえか。消したか。消しちゃったんだけど、まあ簡単に言うと、セフィゾーからブロックを解除してくれって言われたの。はい、ワドツ、ブロック解除してください、ワドさんで。で、2日ぐらいも経ってんのかな、セフィゾーをブロックして。まあこの2日間3日間ぐらいで500人ぐらいブロックしたんだけど、それはまあみんな知ってると思うんだけど、2日ぐらい経ってブロック解除してください、このままだとブロック解除してくださいって最初言われたんだ、低姿勢に。で、あ、気が向いたらするよみたいな、気が向いたらまあブロック解除するよみたいな感じで返したの。まあブロック解除する気なかったから俺は。そしたらそいつなんて言ったと思う、セフィゾー、このままだとリスナー減りますよ、こんなことしてたらリスナー減りますよみたいな、噛みついてきたの。いや、だから普通に事実として、いや、閲覧増えてるし、ブロックしたけど閲覧増えてるし、あの、なんだろう、アイテムも増えてるし、フォロワーも増えてるよって送ったら、まあ普通じゃん、もう本当に事実として増えてるから、減りますよって言われたから、いや、アイテムも増えてるし、閲覧も増えてるし、フォロワーも増えてるけどって言ったら、なんて言ったと思う、 TJ さんが、あいつはどうだこうだって言って、あの、だから俺は嫌いなんだって言ってますよって言われて、何の関係があんのと思って、すごい失礼じゃない。いや、だからね、もうブロックするやつ、ブロックしてよかったなって思った。要はこういう、その自分がブロック、悪いことしてブロックされたのに、結局ね、あの、頭下げるふりして普通の LINE ですらディスをするんだと思って、しかも自分の意見じゃなくて、誰々が誰どう言ってましたよなんて関係ない話だ。で、俺 TJ さんと別に絡みないからって、へえ、そうなんだって、そう言ってたんだって言ったの。そしたらもうそっから死活されて、頭に来ない。いや、ブロックして正解だったなと思って。
ねえ、TJ さん全然関係ないじゃんね、文脈的にね。でも別に TJ さんが俺のことディスってる分にはディスってるで、別に TJ さんの意見だけど、このブロック解除してくださいの流れと何の関係もねえじゃねえかよとか思って、あ、ブロックしてよかったなと思った。もう LINE もブロックしたけど、そんなのばっかりだよ。だから合わない人間は排除していかないとダメだな。もうとことん痛感した今回の件で。ね、嫌だよね。で、しかもなんかそのブロックを入れるようになってからストレスもなくなったし、実際閲覧も増えてるのはみんな知ってるじゃん。170人とか200人とかアベレージで叩き出してて、でコメントも普通に来るようになったし、何より変わったのアイテム。1日2000円とか3000円とかだったっていうことをずっと言ってたじゃん、ここ2、3ヶ月。俺この4日間の収入1万円切ってないんだよ、ふわっち。みんながアイテム投げてくれるようになったの。びっくりするでしょ。今までずっと何も変わってないんだよ、トークの内容も配信内容もやってることも。そうだけどアイテム上がってるでしょ。いやだからね、なんかでアンチの言い分っていうの、このままだとリスナー減りますよ。だから誰に耳、要はね、嫌なバイブレーション持ってたり嫌な感情を持ってたりとか、その負の感情を持ってるやつと絡んでたら得ってないんだっていうのを痛感した出来事だった。要はブロックはちゃんしっかりとしていかないとダメなんだなっていう、っていう話をみんなに聞いてもらいたくて、愚痴ではないんだけど、なんか頭くるよね。やだわ。それ以外にもあるんだけど、その他の件はちょっといいかな、別に話さなくてもいいことかな。まあでも何件かブロックがどうのこうのみたいなことをぐちぐち言われてて、でもまあ結果オーライだから全然いいよね。だってそのセフィゾーとかをブロック解除するメリットはっきり言って一つもないもんね、俺らに。で、自分のことを自分は必要としてるんだろうね、そういう人は。まあ別アカデロを塗ってるんだろうけど、関係ないよね。気に入らないコメントしたらバンバンブロック入れるから俺は。でもさすがにね、今まではね解除しようと思ってたけど、しばらく経ったら今回はもうブロック入れたのはいいやと思って、もういいやって、もう本当にお別れしようと思ってるね。もう身内で楽しくやるのが一番いいね、うちわのノリで和気あいあいと。その方がリスナーさんも普通にコメント書いてくれるようになるし、普通のリスナーさんが。アイテムも飛ぶし、まあなぜか知んないけど閲覧も増えてるから、要はニコ生的な文化はもう終わったんだなっていうのは本当に思ってるね。悲しいかな、もう終わった文化なんだ。 IQ さんがコメント走らせた時のアンチディスがなくなった時爆笑した。あそんなもんだよな。コンティニューコインありがとね、みんなコンティニューコイン欲しいですね、よろしくお願いします。まあだから本人、アンチ本人は自分のこと必要だと思ってるんだよ、自分が役に立ってる。だからよく言うじゃん、花火上がった、俺らのおかげで花火上がったなってアンチコメント書くじゃん。あれ勘違いだよね、完全に。自分たちは邪魔したりバカにしたりするけど、和道がいい思いしたら俺らのおかげで俺らに感謝しろよっていう態度じゃん。それはないわ、もう正直言って絡みたくないよっていうのが、まあ今回思ったことかな。コンティニューコインありがとう。もう徹底してブロック入れていきましょう、徹底して。何の話しようか。いや俺もね、自分から人は切りたくないんだけどね、なるべくね。でもさすがに岡田斗司夫のね話をね、なんか YouTube 聞いてて思ったんだけど、 SNS を長くやる人でブロック入れない派だったんだって、岡田斗司夫さんも。
ただ一回炎上した時にブロック入れないと SNS が使えなくなるっていう判断をしたらしいの。で、それから即ブロ入れるようになったって。SNS を長く使うにはブロック機能っていうのを使わないとダメだって。できんだよね。お店でいうとこの出入り禁止の機能を使わないと、結局不特定多数の中でただ攻撃をする、ただ理由もなく攻撃をする人間がいる。で、そこに対してやり取りをが成立すると思ってる人間は間違ってるって。俺は成立すると思ってたと。要は言ったら分かってくれると思ってたんだけど、言っても分かんない人はいるっていう一定数。だからその層は相手にしたらダメだっていう。もうそれを感じ取ったらブロックするようにしたら、よくよく考えたら SNS を長く続けてる人、いや Twitter の発言だったんだけど、それはでもまあ Twitter と放送って俺は同じもんだと思ってるから、あ、そういうもんなんだなと思って。もうブロックだね、即ブロ。マナーを守らない人とルールを守らない人は即ブロでやってこ。結果間違ってない。でも抵抗はあるけどね、ブロック入れることに対する抵抗はまだあるけどね、俺の中では正直まだある。あんまりいい気持ちはしないね。いやー、そんなことないよ。でもその理屈が通用しない人に理屈で勝負してもダメだっていう感覚かな。理屈が通用する相手は理屈で対処できるけれども、理屈が通用しない人っているわけじゃん、世の中には。でその人たちにはもう厳格な対処をしないと荒れるだけで、こっち側にストレスがかかるだけだから、だからブロック上げるしてあげることもなんか優しさなのかなっていう。実際時間の無駄だからね、お互いにね。何しようとしたんだっけ、あれ何しようとしたんだっけ俺。あ、これか。よく思ってくれてる人を大事にすればいいんだよね。イベントは今日で終わったでしょ、もう。イベント終わったよ、予選は。要は17日までの3日間だから。終わった終わった。イベント3日間じゃん、毎回。予選が3月の15日から3月の17日。もう終わったね。俺結局入れたんかな。うわー、25位だ。イベントダメだったわ。25位だわ。予選落ちだよ。悔しいな。映画出れないのが確定したね。悔しいね。ダメだったね。悔しいな。一番映画に携わりたい配信者俺なのにな。まあでも忙しかったからしょうがないね、今日は。20位まで。結局だから見つがれたランキングだからな、ふわっちはな。ダメだったね、悔しいね。通りたかったな。なかなかうまくいかないね。
自叙伝なんか書かないよ。結局ね、ブログって言って、俺はこれブログだと思ってる。V の V ね。ローマ字の V にログ。ブログって、B、普通ブログって B じゃん。だけど、今、ビデオログっていう意味で、YouTuber が流行らせた言葉で、V ログっていう言葉があるのね。ブログ、V ログ。ジョーブログって V ログじゃん。だから、自叙伝も何もないよ。さらけ出してるじゃん、6年間。毎日思ったこと言って。日記だよ、これ。簡単に言ったら。だから、サーバー見りゃいいんだよ。ただで見れんだから。YouTube で何月何日何やってたんだろうって。書かないよ、自叙伝なんか。何にもないもん。普段話してる通りだよ。ねえ、いつも話してるの。あの通りだよ、別に。書籍にしたいとかないよ。別にそれで儲けたいとかもないし、ありのままに普通に。黒黒さんどんな人？パルパルの悪いパルパルみたいな。パルパルの、なんだろう、拡散強い分、な、気違いだね。アンチ100%の男。すごい伝説の男。黒黒は。ふわっちね、最近始めたけど、4年ぶりぐらいに見たかな。会ったことあるんだよ。大手だよ。金梅さん並みに有名だったよ、当時。金梅さんとタメ張るぐらい、伝説の一人だね。超面白い。発狂芸タイプかな。アンチにはめられて、アンチが100%の放送で、ファンチだよね。だから、ザ・ファンチ。ただ、ふわっちはうまくいかないかもしれない。囲われるから。要は叩く文化の人がいないから、埋もれるかもしんないね。時代が変わったから。ただまあ抜群に面白いね、黒黒は。ハマった時の黒黒はすっげえ面白い。まあ病気だよ、単純に言ったら。好きな配信者の一人だね。だ、昔引退した人が戻ってきたよね、稼げるようになって。日本、そうだ、マキロありがとう。日本で、乞食行為で書類送検、捕まった人。インターネット配信じゃないよね。乞食行為で捕まった人。すごいでしょ。聞いたことないでしょ。乞食行為で捕まったことある人。何やったかっていうと、配信で、まだ投げ銭とかがなかった時代じゃん、ニコ生で。で、何やったかっていうと、配信つけて、駅前かなんかに座って、空き缶を置いたの。要は、本当のホームレスと同じ乞食スタイルでやって、アンチの通報で、そう、逮捕されたっていう人。いや、だから、金梅さんが4年間配信やってなくて、急激に復活したみたいな状態だよ。おい、あいつぐ、お疲れ、こんばんは。いや、黒黒は超有名だって。黒黒は、黒黒で、なんかあるかな？面白い放送見てみようか。ちょっと待ってね。待ってね。今じゃあ見よう、みんなで。もう、論より証拠。どれくらい面白いか見てみようよ。ニコ生、黒黒。じゃあちょっと見てみようか。じゃあこれ見てみようか、一番上の。最強ナムヌシ黒黒爆笑シーントップ10。これでいい？いくよ。これが一番いいんじゃない？わかんない。ちょっと待ってね。黒黒ってこれでしょ？超有名だよ。なんかこれでもなんか下手だな、編集。2016年が最後だ。3年ぶりだ。3年ぶり。
ランキング形式。まあ、ズバ抜けて面白いよ。トップ10、ついに人間をやめる。お金ないよ、もうご飯食うよ、もう。マジ、ちょっと待って。ご飯食うって何もない。どうしよう。ドッグフードで、ドッグフード。今、ふわっち復活したの。一昨日かも。ドッグフード。どうなの？なんかあれせんべり見えるんだよな時々。もう面白いでしょ。なんか食べれるんじゃないかって最近思うんだけど。これ本気で言ってんだよ、キャラじゃないの。俺会ったことあるから。2,3 回会ってるから。ドッグフードくれたんだけど、あれうるさいな、さっきからこのマイク。食ってみろよ。なんかやだな、毒吐きそう。だってもう何ヶ月もさ、あれもう2014年12月からさずっとおきっぱだよ。腐ってんじゃない。面白いでしょ。もう面白いでしょ。ほんと食べ、まあ、食べれるんだったら食べたいな。食べれるかな。食べれねえわ。俺食べたけど。だってさ、お腹空いてでもどうしようもないじゃん。これ本気なんだよ。すげえ面白いの。クロクロ食えよ。動画にしない。じゃあ動画にしないって言うんだったら食うよ。俺されてるわ。動画にしない。するわ。しないよね、動画に。するよ。すんなよ、絶対。するわ。されてるわ。恥ずかしいからな、俺。結婚しても、ま、でさ、動画残したらさ、一生消えないじゃん。消えないよ。だからさ、奥さんまで言われるじゃん。お前の夫、ドッグフードで生活していたよって。恥ずかしいじゃん。正解。嫌なんだよ、それ。面白いぞ。面白いぞ。しない。オッケー。フリじゃねえよ。フリだ。フリだ。当てれなくない、これ。ハサミ。コメントもすごい走ってると。受けれなくて硬いんですけど。一生の結婚なんてできない。派手かし。切れないんだけど。面白いな、やっぱ。くるくる。あ、いった。ダメだ、俺が弱いの、これ。ドッグフードかよ。ハサミねえの。あ、大丈夫、大丈夫。待って、だんだん腰寄ってきた。あ、開けた。あ、開けた。すげえ、袋の中に袋が入ってた。いいね。愛犬用って書いてある。袋の中に袋が入ってた。俺犬ちゃうからな、どうしようかな。うん、諦めようかな。諦めんのかい。そこまで来て諦めんのかい。全然いい香りしないんだけど。しないのか。食えんの、マジで。食える食える。行ってみよう。はい、人間やめた。2個目。意外とハマっちゃった。意外と美味しいのかな。美味しい。美味しいんかい。美味しいんかい。なんかおつまみみたい。なんだろう、ビグっていうか。いや、結構ハマって食べちゃうっていうね。ようかつくっつって。ポテチチップスのしおれた感じがする。面白いよ ね、 塩の味ね。ネタじゃないの、全部本気なの、こいつ。それが面白いの。ネタが一切ないの、本当のキツガイの。待って、次この白いのやつ、どうですか。じゃあこれがクロクロって言って、最近ふわっち復活したの。3年ぶりに俺すげえ好きな生主だったので、どういう生主って聞かれて、もう口で説明するより見ようって言って、そんな感じで今。まずいんかい。腹痛い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 。ダメだ、白いやつダメだ、食えない白いやつは。面白いぞ。ダメだ、なんかまずい、ゴミの匂いした。ゴミの匂いした。だってドッグフードだもん。このね、この茶色いやつは食えるんだよ。これうまいんだ。この茶色いやつは美味しい。腹痛い腹痛い。プトプト言いすぎる、これ。面白いね。で、第9位。ポケモン対戦中、カビゴンのニックネームに発狂。ほうほうほう。なんか来たぞ。お、どうだ、なんで申し込みが来たの、うん、ポケモンやってると。はいはいはい。プレステでポケモンやってて。交換すると。カービィ、ハルケン。うん。面白いでしょ？ん？うん。なんだなんだこの塔は。なんだろう、どういう展開だろうね。なんだこの塔。おい、クラクラ。うるさー。アンチだ。おい、
クロクロ俺ああやった方よ。なんでお前リアトツから逃げたんだよお前。逃げてねえよ。やかましいよ。うるさい。うるさい。戦え。うるさい。黙れもん。うるさい。なあ言ってみろよお前。俺リアトツから逃げてんじゃねえよお前。黙れよ。何も勝てくせに喋んな。リアトツだから来てねえ一回もバーカ。お前おかしいだろ。ガチがおかしいだろ。頭食ってな。発狂言。過去4回リアトツ。おかしいじゃねえか頭。早く戦えよお前ハルケン。いいからしてくれ。時間がないの。要はハルケンってやつがゲームに上がってきてるんだよ。時間がないの。10分だ。もう9分しかないんだよ。ふざけてんのお前。でハルケン。うわハルケンが相手か。こいつ伝説のポケモン使おうとしてる。ミュウツー。いや子供なんだよ。本当に子供なの。そう最低だな、うん、お前。いや知らない。人間のクズ。いやクズじゃないよ。お前ハイツ上田に行ってさ逃げる方がクズだろ。よく言うわバカが。喋んな。何がハイツ上田じゃ。何がハグじゃ。バカじゃねえのお前。何も分かってないクズめ。どういう展開だ。ふスマブラ負けた人が何言ってんですか。はいこんばんは。ブラトツするからお前んとこ行ってさ。ブラトツ。うん。ブラトツ。ブラブラトツ。だから俺と会おうよ、うん、カノアに行くから。ニコニコ大百科ナウ、今ねふわっちで復活した伝説の名前だし。暇人じゃないんだよ。暇人じゃないんだよ。バイメンチャー帰ってたこ。暇人はお前だろ。やかましいんだよ。なんでなんで6匹もお前おるんだよ。なんでこれ 6匹勝負。どうなるんだろうね。お前はクズだ。カズキもクズなんだ。待って選んだよ。3匹しかいないんだけど。なんで佐藤優やってクロクロふわっちやってるよ最近。なんだこれ。さあどうなるかな。カービィ住んでいる場所日本。お前絶対ボコす、うん、ゲーム配信者なんだよねクロクロ。終わりだ、うん、弱っ。うるさいもん。ちなみに佐藤優也っていうのは死ぬって、これカビゴンの名前佐藤優也って言ってるけど、佐藤優也は黒黒の本名なの。だからこれお前だって言ってわざと弱く設定してんの。敵の突入者がすごいでしょ。だからアンチってここまでやるんだよ。放送盛り上げるためにこいつを一番最初に出してこいつはお前だっつって弱く設定してんの。うん、お前うるさいなほんま。うるせえんだよ。くらえ、うん、何丸くなってんの。バーカ。これはな命の寿命タイムだ。どういうこと。どういうこと。命の寿命タイム効かないなそんな攻撃。あれボッコ屋さん麻痺して動けないんですか。ボッコ屋さんスイスイ。気持ち悪いなお前。黙れもうお前ミュートしたいマジで。うざいマジで。やかましいんだよお前な。何が作法やじゃ。こんなもん使って何が面白いんだよバカじゃねえの。ゲームめちゃくそ おかしいねほんと。どうなるんだこれ。尺長いのか。46分か。ちょっと最後の1位いっていい。最後の面白かった1位いくわ。ちょっと長いポケモン1位いきます。救急車をパトカーと間違え全力疾走。あっ、あっ、あっ、裸にカーディガンだろ。俺を特定してみろや。俺は走ってるぞ。特定できる。特定してみろ。
しい。もうなんだよ。愛されキャラ。行くとくらい何やってんだろう。恥ずかしい。おかえらい人生ばっかりやな、この人生。つまらないな。なんでつまんないな、お金ないのって。わかんない。お金ないことばっかり。お金ないことばっかり。お金ないことばっかりだ。嫌になってくるね。せっかくパソコンが注文取る。長いな、編集が長いな。ペロペロに発情、テーペロ、スマブラボコられる。そうだ、ていうか、ワドーで出てくるかな。俺とクロクロの絡み出てくるかな。ワドー、ちょっとやってみるか。クロクロの帰還、俺との絡みは出てこないか。クロクロ、面白いんだけどな、クロクロな。出てこないか、俺とのコラボは。まあ、ちょっと、あれだけど、ね、面白いよ。GTA 配信ね。俺が一番好きな、なんだっけ、プレイステーション3かなんかが送られてきたくだりがあるんだよ。で、プレイステーション3だ!プレイステーション3だ!って言って、全部、毎回釣られるの。で、段ボールバリバリって開けて、うわーつってプレス3の箱が出てきて、やったーって言って、本当に来たープレス3つって、そのプレス3の箱開けた瞬間ドッグフード出てくるの。もう最高。そのドッグフードの下りはさっきの下りなのよ。いや、四国だもん。クロクロは、どこだっけな、愛媛だっけな。そう。でもその、ふざけんなよーってなるの。で、クロクロコミュ障なのよ。ああいう発狂芸が売りなんだけど、俺がコラボした時には、借りてきた猫みたいな、こうやってニコ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 、こうやって座ってるだけで一切喋らなくなって、あれ?こんなクロクロ見たことないってなって、ワドありがとうってすごい褒められた。クロクロのアンチに。クロクロが黙ってるところ初めて見たよ、ワドつって。そう。ずっとこうやってニコニコしながら、こうやって、こうやってずっと部屋の隅に座って、こうやっておとなしくしてる。怖かったんだろうね、多分俺のことで。うん、懐かしいな。あのアンケートとか取ると 100% 嫌いの方に入る。もう団結力 100% の。ふわっちでも考えられるでしょ。ツバニャンとか俺でもないわけじゃん、 100% って。あそこのリスナーの団結力すごかったよ。 100% クロクロが嫌いっていう手で全員が参加するんだよ。何千人も見てるのに 100% が起こるからね、アンケートで。毎回だからね。あそこのリスナーの結束力強かったよ。全力で囲わないから。100% アンチ放送だと思う。面白かったわ。だけど、ふわっちでうまくいくかどうかは別問題だな。囲うから。バカが。バカな大人が囲うから。キャラ潰すんだよな、それでな。いや、晩年のニコ生凄まじい荒れ方だったっていうか、もうそれ最後の世代じゃん、俺が。ねえ、荒らしまくってたよね。あの頃は俺荒らしまくってたよね。またお前かって言われてたもんね。後半半年ぐらいで。またお前か、またワドかみたいになったもんね。くんな、ワド来んなみたいな。一番最初が橋本くん酒ぶっかけ事件でしょ。で、野田ゾーリうさぎ肉事件でしょ。あと、何がある?ワンワン裁判でしょ。あと何があったっけ?いろんなことやったもんね。超嫌われてたよね。もう俺が配信画面に映ると配信が荒れるみたいになってたもんね。面白かったな、あの頃。また来ないかな、ああいう時代。もう無理だろうな。金が絡んでくるから、囲い文化だからもう無理だろうな。
残念だけど、あのいい時代はもう来ないだろうね。古き良き時代だよ。グランセフオートだよね。グランセフオート5だっけ、さっき言ったの GT なんとかって。グランセフオートだよね。あのなんかそのフィールドをネットで駆け抜けていって街中で暴れるみたいな、車も盗める人も殺せるみたいなゲームがグランセフトオートだと思うんだけどその笑えるっていうのが、クロクロがプレイヤーで入るとネット民が見てるリスナーもそのゲームに参加できるのよ、プレステのソングランセフトオートで。クロクロがゲームに現れるアンチが速攻来てボコって殺される、なんだよって言って復活する、その3秒後に殺されるをずっとやられんの。もうなんか50人ぐらいのアンチにずっと全フィールドにもう張り尽くされてて、アンチが確かそんな流れだよね。ずっと殺され続けるだけのゲームなの。アンチ50人ぐらいで、もう黒包囲網みたいになってて、ゲームに参加させてもらえないんだよ、もう。ずっともう殺され続けるみたいな。で、黒がずっと発狂し続けるんだよ。確かそんな流れだよね、てんてんさんね。近かったかな。それがすげえ面白いの。ファーンってまた転生して生まれるじゃん。よっしゃ、頑張るぞ、ドーンみたいな。後ろから車で引かれたり。もう最高とか思って、ずっと発狂し続けて、やめろよやめろよとか言って、確かそんな内容だったと思う。ゲーム配信者なのにゲーム、そのリスナーにずっと殺され続けるんだよ。合ってるよね、どのゲームもそんな流れなんだよね。クロクロ頭悪くて、あのゲームも下手なんだよ。で、アンチにずっとゲームをさせないぐらいはめられ続けるの。どのゲームでも。すっげえ団結力ですげえ面白かったもんな。でもそのリアクションがガチだから面白いの。本気で泣いたり、本気で叫んだり、本気で発狂するの。そのリアクション欲しさにみんな殺し続けるんだよ。面白いよな。で、俺、クロクロの家まで行ったんだよ。そう、そしたら家の前に行ったらパソコンが全部捨てられてたの、親に。要はクロクロが引退した時に俺行ったのよ、四国まで旅配信で。でクロクロの家に行ったら警察呼ばれたっていう、もう関わらないでくださいっつって。行ったよ俺四国まで。あのうなちゃんマンの家に乗り込んだのは知ってるでしょ、みんな。パソコン壊されたの。その後にクロクロに会いに行ったので、その後に俺はあの稲光に会いに行ってっていう、その旅配信やったんだけど、その時に大阪行った時はウナでしょ。でその後次四国でクロクロと闇将軍に会って、でその流れで最後稲光に会いに行くっていう。そう、病棟に入って、実を言うとね、配信外で連絡は一回だけ取ってたの俺。で本当に配信が好きで、ただ病院の先生に4年後に復活するからみたいなことは言って、2年後だ、2年経ったらあの復活するってずっと言ってて、で3年経っても復活しなかったから諦めてたんだよ俺。クロクロなーってやっぱダメかと思ってのクロクロが出てきたから嬉しかったね。そう、ウナに壊された、もう2日後にはクロクロに会いに行ってた。会えなかったんだけどね。でどれくらいアンチがすごいかっていうと、漫画喫茶があるんだけど、その四国の駅前に、そこで漫画喫茶の個室があるじゃん。クロクロが全裸になってオナニーした後に全裸になってチンコ丸出しの写真がハトロダっていう、今でいう雑談タヌキみたいなサイトがあって、そこに貼られてて、すっげえ面白かったもんね。クロクロがもうこんな裸になってフラットシートで果てた後、要は上からパシャって撮ったやつなんだけど、もうアンチは本当にストーキングもするのよ。
でも全部晒されてんの、プライベートも。うん、で俺はそこ、その漫画喫茶に泊まったの、その部屋に。超面白かったよ。晒されるとかじゃない、もうニコ生の頃ってリスナーとかも悪ふざけガチアンチでもないんだよね。ね、だからニコ生の頃なんかユイガさんの家の周りをドローン飛ばすだけの人とかいたんだよ、ユイガさんアンチで。家の周りにドローンが飛んでる。ユイガさんの犬目町のところに。でユイガさんをドローンでひたすら追跡するっていう人とかもいたんだよ。あー、いないよね、もうミスターアンチ系の放送だよね。いや、あれはあっぱれだったよ。うん、もうなんか羨ましいぐらい面白かったね、アンチで成り立ってるっていうか。うん、だからアンチって言っても実害を加えたり今みたいにネチネチするんじゃなくて、本人が嫌がって全員が楽しむみたいな構造があったの、本当のアンチじゃないの。クロクロをただ発狂させるためにあの手この手全力でやるっていう楽しさがあったのよ。いやだからね、質が下がった。もう本当にただねちっこくて、ただ本当に嫌いなだけじゃん。違うの、昔のアンチは別に本人が嫌いとかどうでもいいの、もう面白ければその役割を全員でやるみたいなノリだったから。いや、いい時代だったよね。みんなで腹抱えて笑って、クロクロ一人だけは面白くないっていう流れなの。いや、いい時代だったね。で、ゴシャブ事件の、要はロハコさんにチンコ喋られた子が柏木くんっていうんだけど、中野で一人暮らししてたのよ。中野で。で、クロクロは家出をしたの。病院とかバイトが嫌で四国から逃げてきたの。で、柏木くんの家に泊まってたの。で、俺が家近いから初めましてって言って柏木くんとクロクロと会ったの。それが初コラボ。今のアンチはただのうさばらしだよね。昔はそう遊びだったの。だから配信者もその遊びに乗っかって嫌われ役もできたの。役割だったのよ、本当に。だから、その、なんだろう、本気で嫌いじゃないの。遊びだったの、本当に。そう、今は本当にただの質の悪い。アンチじゃない、あれ。本当、嫌がらせだよ。だからみんなで笑うとき笑ってたもんね。うん。もうそういうネットの文化はなくなるんだろうな。残念だよね。だからね、結局ね、オタクたち、まあパソコン勢なわけよ。みんながみんなニコ生の人ってスマホ勢なんて一人もいないの。さっきも走ってたけど、クロクロパソコン持ってたでしょ。スマホで配信なんてできなかったから。だから結局どういうことかっていうと、パソコンを持ってることとネットに詳しいっていうのが生主の条件だったの。リスナーもパソコン持ってて、古くからネットやっててっていう。つまり何が言いたいかっていうと、素人の人9割ぐらいの人に見つかってなくて、パソコンが使えてっていう人ってリテラシー高い人じゃん。お金も持ってる人じゃん。だから遊びが高度だったんだよ。だけどスマホが出てきて、ツイキャスが出てきてってなってくると、だんだんそのネットのことなんか、ネットの文化を知らない人たちがネットを使い始めたから、結局ね、全然面白くなくなった。もったいないね。昔のネットは良かったよ。みんなが思ってるのと違うよ、全然。陰湿になったのはここ最近。ネットが。ネットがダメになったのはここ最近。要はね、東さんっていう哲学者、思想家が言ってたんだけど、若い思想家が言ってたんだけど、インターネットを使う人が増えたら、賢くなる人が増えるわけじゃないんだよっていう。バカと賢の比率は変わらないって言ったの、その人は。要はテクノロジーが発展して、インターネットが全世界に普及したら、全世界の知能が底上げされるってみんな思ってたの。ネットの黎明期は違うって。現実はバカはバカ、賢は賢で、なんでネットが面白いツールだったかっていうと、その賢い人が多くの人たちが使ってたから、ネットが面白かった。だけどバカにまで広まっちゃっても、この割合は変わらないよって。だから愚かな人間の割合は変わらないっていうことをずっと言ってるね、東さんは。
それは正しいと思うのよ俺は。便利にはなるけれども、知能が上がるツールではないっていう。でもさ、それはさ、ネット、まあ俺らは日々見てたらわかるじゃん。要は簡単に何でも答えを調べ物ができる時代が来たのに調べないでしょ、愚かな人って。こんだけ便利なツールがあって、こんだけ何でも答えが載ってるのに自分で調べることすらもやらないじゃん。だからググれかすっていう言葉がなくなったっていうのがまさにそうだよね。今ググれかすって言葉ないじゃん。昔はなんか教えてとか調べ物するとググれよって言われたの。お前ググりもしないで言ってんのかよみたいな。ググれかすっていう言葉なくなったよな。それどころかヤフー知恵袋とかで調べてもまともな答えが出ない時代だからな。要はネットに書いてあることが本当だって思ってる人も多いしね。調べてもネットなんか嘘800の情報を楽しむところだったのにね。ネットで上位に出てくる情報は本当だと思ってる人いっぱいいるもんな今な。だからウィキペディアに書いてあると権威があるみたいなのってさ、古いネットその人なんかすると考えられないことなんだよ。だってウィキペディアってあれ百科事典っていう風になってるけれども、あれ誰でも書けるんだよ。なんか編集者がいると勝手に思ってるじゃん。ウィキペディアのすごい人がいてなんか公式みたいに思われてるけど、あれ誰でも書けるんだよウィキペディア。知ってた？みんなここにいる人たち知ってる？普通の主婦とか。ウィキペディアが誰でも編集できる。書き換えようと思ったら誰でも書き換えられるんだよあの内容。つまり何が言いたいかっていうと、そんだけレベルの低い情報なんだよウィキペディアに載ってるっていうのが。調べない人増えたよねよくよく考えるとね。だからなんつうんだろうな、知的レベルは高かったよね本当にね。ネットのだってメンヘラですらウィキペディアに嘘を書く仕事してる会社とかある。まあまあまあ、はあ、そういう会社もあるんだ、はあ、まあだけどだってメンヘラですら京都大学の物理学専攻してたとか賢だったりしたもんな。でなんかめちゃくちゃ頭いいのにドメンヘラとかさ。なんかなあ、なんか古き良きなんかネットの慣れ合い感とかもう出ないのかな。わけあいあいとして好きだったんだよな。昔のだから古い2ちゃんのスレッドとか見るとみんなびっくりするよ。みんなさ2チャンネルイコール、あーウィキペディア規制かかってた、荒らされまくってるからね。っていうかね、俺ね、ピエール滝のこともまさに今回そうだと思って、今日ね、あの映画のね、クリエイター集団の人とミーティングをしてきたんだけど、もうまさにその話だったの。ピエール滝が薬やってないわけないじゃんっつって爆笑してたの、車の中で。っていうか、むしろピエール滝の方なんだって笑ってたのよ。医師の宅急逮捕じゃなくてピエール滝っていうところがウケるよねって。医師の卓球じゃん普通はっていう、やらしいよねみたいな会話だけど、本当に世の中にはピエール滝は本当にユーモアがあってシラフで面白いことをやってると思ってる人が世の中にいるんだっていうことにびっくりするのよ。誰がどう見てもやってるに決まってるじゃん。テクノグループでクラブバリバリ出身であんだけトンチンカンな発言をずっと繰り返しててってやってるでしょみたいな。だそれにびっくりするよね。
でも俺がそのピエール瀧のいいなって思うところが、捜査の情報がリークされていくじゃん。ピエール瀧はこう供述しているとか、ピエール瀧取り調べて全然嘘ついてないのが面白いんだよね。ああ、30年やってましたよとか、多分中で平気でニコニコしながら言ってるんだよ。いや、なんか悪いことっていうか、ピエール瀧が、仇な人っていうのが世間一般の認識なんだっていう、その恐ろしさ。やってるよっていう。石野卓球もやってるでしょって。やってないとあんな音楽作れないでしょっていう。むしろだから、なんつうの、電気グルーヴがドラッグやってなかったらびっくりしない、逆に言ったら。逆に。いやー、ドラッグやったことないんですよ、ならないでしょ。だってそこのカルチャーの、そういうムーブメントを作った人たちのグループなわけじゃん。絶対やってるぞっていう。コカインっていうところがねって、ミュージシャンなら大麻くらいとは思うが。コカイン、コカイン、なるほどね。なるほど。コカインとかシャブはやっぱハードルが高いのか、多分。俺の中ではね、なんだろう、まあ法律的に言ったら大麻の方が軽いっていうのは分かるんだけど、なんだろうな、全部やってるでしょ。やってる人は一周してるでしょ。分かんないけど。と思うけどな。まあでも、分かんないな。いつも芋づる逮捕かって言われるけど、芋づるできたことないよね。できたことっていうか、だから構造上の問題で、俺若い頃、違法の売春宿で、売春宿っつうか、セックキャバ、本番ができるキャバクラで働いてたことあるんだけど、六本木のトップに毎月300万渡してたからね。3億ぐらい売り上げる。だから結局、日本っていう国がさ、なんていうのかな、みんなが思ってる綺麗な国ではないから、もっとドロドロした国なのね。それを、なんつうの、綺麗に見せてるだけで。だから芋づる逮捕ってできるわけないよね。ズブズブに癒着、なんつうんだろう、国家権力に裏金渡してみたいな。だからそんなことないと思ってる日本人が多いことにびっくりするよね、現実を知るとね。だからなんつうのかな、なんて言えばいいんだろう。だからアメリカみたいになってくるんだろうね。もう、まあ警察もマフィア化していくというか、警察も、なんだろう。でも、なんかもう一人逮捕されるっていう情報とかあるじゃん。また来た。いらっしゃい。まあ、全然あるんじゃないの、もう一人ぐらい。リリー・フランキーかなと思ってるけど、俺は リリー・フランキーだったら面白いなと思ってるけどね。みんなは次誰だと思う？そう、ピエール・タキつながりで次誰が逮捕される？
リリー・フランキーな気がするんだよな、俺。わ かんないけど。誰が来るんだろうね。まあだから逆にリリー・フランキーであってほしいっていう。なんかでも面白かったな。なんか「シャングリラ」って歌めっちゃ好きだったのに、あれシャブの歌だって思ったら幻滅したわ、ないわって書いてる人がいたけど、シャングリラはどう考えても薬の歌だろって思うんだけど 誰がどう考えてもシャングリラはそっちの世界の歌だろうっていうね。シャングリラの歌詞をちょっと見てみる？今ネットにあんのかな？ シャングリラ、歌詞と、夢でキス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 、いつでもいつまでもきらめくような甘い思いに胸ときめいてたあの頃のように。 いや、俺はそうだと思うけどね。だって、シャングリラってなんだっけ、理想郷みたいな意味じゃなかったっけ？シャングリラの意味ってなんだっけ？桃源郷？なんだっけ？いきなり全部失わせ、理想郷だよね。ユートピアの名前って。まあでも、まあね、わかんない、後付けかもしんないよね。童貞なわけないだろう、リリー・フランキーが。 リリー・フランキーじゃないよ、タキさんはモテるでしょ。ピエール・タキはかっこいいでしょ、普通に。普通にモテるでしょ。でもまあ、なんだろうね、その自主規制みたいなものってどうなんだろうね。なんかその当時、いや、ありえないでしょ。シャングリラだって結構おっさんの時に書いてる歌でしょ、あれ。ないよ。なんか、例えばの話なんだけど、例えばの話だよ。仮にの話なんだけど、便所太郎さんが大麻で逮捕されましたって、仮にだよ。やってるとかやってないとかじゃなくて、便所太郎さんが大麻で逮捕されましたって、もし仮になったとするんだ、仮に。例えば。で、そこでコメント欄に、便所さん、大麻やる人だと思いませんでした、がっかりしました、便所さん、そんな人だったんですね、みたいなコメントあったら、俺は爆笑するけどね。いや、やってるでしょ、みたいな。いや、誰がどう考えてもやってるでしょっていう。でしょ。いや、便所さんはやってるでしょっていう。俺はそれと同じなんだよね。そのピエール滝コカインやってるなんて思わなかったみたいな話って。いや、やってるでしょ、みたいな。ワン太郎くん、マリファナやってるなんて思いませんでした、ワン太郎くんはもっと、みたいな用語コメントがあった時、いや、ワン太郎、大麻吸ってるでしょ、みたいな。 そう、あのタトゥーの量見ろよ、みたいな。
損害損害って言うけど損害ないよね多分。何億とか言うけどさ、損害手を引くのであれば損害はあると思うよ。手を引くのであれば、あでも企業イメージ、いや曲にはないと思うんだけど、 CM とか番組に関してはあるよね。降板して抜けを出さないといけないのと、いやでもね、そのね損害っていうのも何なのかって話だよね結局。要はね大きな額で言ってると思うから、作品の作り直しの損害はあるあるある。だから CM とかはあるよ実際、番組とかは、ただ曲に関してはなくない？作品の作り直しっていうか、だからその今の清志郎さんの言葉だよね。ジョン・レノンとかねえボブ・マーリーとか、じゃあなんで自主回収しねえんだよっていう今の清志郎さんの言葉だよね。だってジョン・レノンが大麻吸いまくってたのなんか世界中のみんな知ってるわけじゃん。ねえ奥さん日本人で、小野陽子さんインタビューで、ジョンは大麻ばっかり吸ってて全然仕事しないって、そういうところが嫌いっていうのも残ってるし、ボブ・マーリーだって大麻吸ってんのなんか誰でも分かってることだ。でもボブ・マーリーの作品は CD コーナーで売り続けるわけでしょ。じゃあなんでボブ・マーリーとかそのジョン・レノンとかねえジミヘンとかは OK でピエールだけはダメなんだって話でしょ。不寛容っていうか、だからそのなんでジョン・レノンは OK で電気グルーヴはダメなんだろうっていう、そこはよくわかんないよね。うん、死んだら正義っていうか、死んだらなかったことにするのかなみたいな、よくわかんないよね。いやジョン・レノンもタイマーやってるでしょみたいな。なんかだからなんだろう、自主規制っつうかなんか、うん、株式市場で集めたお金が間接的にあってもその筋に回ったら回ってるじゃん。だから本音と建前の文化なんだって。むしろだって上場企業の役員のカバン持ちの側近とかってアウトロー系だったりすること全然あるよ。そのボディーガードでその役員クラスの側近、超こわもてのこういうムッキムキの人でとか、不良系とかね、なんとか連合系とか全然あるじゃん。だって本音と建前でしょ。なんか日本人はだから自分から弾くんだろうね。作曲家が犠牲になってみんなを楽しくしてくれたらいいじゃんっていうか、そうじゃん、うん、スイキャスアイテムに期限とかあるのかな、課金の期限あるのかな、あ分かんないわごめん、などうなんだろうね。パッて買ってパッて投げるのがいいんじゃない。なんか独自のルールだよね。なんか本当に考えてやってるのかっつうと、わかんないけど、配信者側に期限があるんじゃないかな、返金しないと。え、どういうこと？配信者側に期限がある、返金しないと。何を返金するの？返金？どういうこと？
何言ってるか分かんないよ。どうなんだろうね。ピエールに関してはほっといてあげたらよかったんじゃないかな。誰が？なんかだから俺いつも日本のこういう芸能人の事件見てて思うんだけど、俺ベッキーの件が特に、ベッキーが特に言いたかったのが、なんで関係ないやつがベッキーのこと叩いてるんだろうっていうのはあるんだよね。いや、売ってる方を捕まえるべきとかそういうことじゃなくて、世の中がなんかベッキー不倫して叩かれたけど、それについて怒っていいのは俺奥さんだけだってずっと言ってたの。要は不倫で寝取られた方だけが被害者なんだよ。だけどなんかベッキーが不倫をした時に俺は得をしたっていう話をしたのね。なんでかっていうと、ベッキーをエロい目で見てなかったの、今まで。だけど、ベッキーが画面に映るためになんか、ベッキーがエロく見えるんだよ。だから得をしてるわけよ。だけど、その、ベッキーを叩いてるやつは、どんな感じでベッキーの気持ちを叩いてるんだろうとか思って。うん。はい、お疲れ様で、あ、どうも。文春も多かったじゃん。同じ輪にいるんだからってのを感じてるけど、ギャップってあるよね。ベッキーの口から「
センテンススプリングってそれはいかんぜよと思った、他人事だけど。だけど被害者じゃない。要はね、なんか俺ネット最近やってて思うのが、被害をあってないやつが自分が被害者かのように誰かを叩くのってそれ犯罪じゃねって思ったんだよね、あ、インチキさんね、俺もびっくりした。あんだけ揉めてたのにやるんだと思って、ハート強えと思って。ちょっとどんな流れになるのかインチキさん楽しみだね。なんかね、そのなんだろうな、なんか叩く相手を探してるっていうか、なんて言うんだろう、リンチにする相手を潜在的に探してるのかなみたいな。で思ったのが、ベッキーが浮気したことに対して怒ってるのって、浮気をされたことのある女の人がベッキーに当たってるみたいな感じがしたの。わかる。要はベッキーはその不倫をした全部の呪いがベッキーにかかったみたいな状態に見えたんだよね。わかるかな。だけどベッキーはお前の旦那をの不倫したわけじゃねえぞみたいな、なんだろうな、日本人そういうところあるよね。日本スケープゴートは使い方違くねえか。スケープゴートって意味違うと思ったけどな。スケープゴートってか全然使い方間違ってると思うぞ。スケープゴート、ちょっと待ってね。スケープゴートとは身代わり生贄などの意味合いを持つ聖書由来。合ってるか、合ってるわ。あ、いや使い方合ってるか。生贄意味合いを持つ食材、スケープゴート合ってるか。ちょっと待ってね。スケープゴート、食材を野に放ったということが、この展示で現在では民衆の不満や怒りの解決のために代わりに攻撃の標的。あ、合ってるわ。めちゃくちゃ正しい使い方してるわ。ごめん。そう、スケープゴートだわ。めちゃめちゃ正しい使い方だった。申し訳ない。五体不満足のあいつもそうだよね。でもあいつは極悪だよ。極悪か。
なんであいつは、いや、もう俺、まさにその8マイルズハイが、乙武さんを極悪だっていうのが、なぜそんなことが言えるんだろうっていう感覚よ、そのベッキーのことも。だって会ったことないんでしょ？で、実害を受けたことも一回もないんでしょ？でも、8マイルズハイさんは、まるで乙武さんに何か悪いことをされたかのように今叩いたじゃん。あいつは極悪人だよって。会ったことあるんすか？なんか実害受けたことあるんすか？っていう話だよ。なんで極悪だって言えんの？え？っていう話だったんだけど、まさにそのでもあいつは極悪だよっていう。いや、もし仮に8マイルズハイさんが、いや俺この前飯食ったんだけどすごいひどいことされてとか、3年前なんだけどあいつと関わったことあって、あいつにこんな裏切られ方したんだよ、なるほどってなるの。会ったことないでしょ。じゃあなんで極悪って叩けるの？うん、違うの。でもベッキーの件もそうじゃん。会ったこともなくて、その関わったこともないのにベッキーは悪いってなってなかった？その構造の問題の話をしてたんだけど俺、なぜ極悪だと思ったの？まさにスケープゴートじゃないの？いや、言い過ぎっていうか、俺の中でのわからない感覚が、乙武さんに会ったことがない、見たこともない、何もされたことがないのに、なぜ自分が体験してないのに極悪だっていう断言ができるのかが不思議なのよ。それが例えば乙武さんいいやつだよっていうのも俺は違和感があるの。乙武さんとなんかいいことされたの？いや、ない。なぜわかるんだっていう、なぜその判断に踏み切れるのかがわかんないって話ね。言い過ぎとか悪いとかいいとかいう情報じゃなくて、なぜその感情が湧き上がるのっていうが分かんないっていう話。自分の問題そのものには立ち向かわない代わりに、他人の同様の問題には強く行動する。それなら法廷は開けませんよね、でかいこと言うと。え、法廷はだって違うじゃん。状況証拠を踏まえて被害者加害者の話を決めて、他者の法的機関が国家で決めたね、法律という制度にのっとって裁くっていう声じゃん。だからね、今の話がまさにそうで、裁判官だったらわかるのよ。弁護士、検事、裁判官で、そう、乙武さんの裁判を、立場が違うじゃん。庶民が、乙武さんに会ったこともない庶民が、なぜ乙武さんを叩けるのか問題よ。でも、裁判員制度っていうのは、被害者と加害者の話を聞いて、状況証拠を踏まえた上で、過去の法令と判例とかも全部弁護士さんと検事さんが説明してくれた上で、その件で裁判員だけが裁けるっていう制度だ。わかる？だから裁判員制度で裁くのは俺は問題ないと思うよ。全く。いや、だから俺が感覚ずれてんだろうなと思うよ。エイトマイルズハイさんとテンテンさんは意見が合ってるわけじゃん。俺は感覚わからない、それは。なんだろう、それが大衆の民意っていう言い訳していいですか？いや、違う。なんかね、もうこの時点が、そう、裁判は起こる場所じゃないっていう、あのね、だからね、多分ね、俺の能力結果、いや、大衆はわかるんだけど、これって俺が、多分なんだけど、てんてんさんと8マイルズハイさんは、俺が攻撃してると思ってるじゃん。違うのよ。本当にわからないの、俺は。感覚として。会ったことがない人にそこまで向きになれるのがわからないが和道の考えなら納得。それ。いや、あのね、向きになれるっていうよりも感情が湧き上がるっていうの。で、怒り。え？思ってない？ねじれたっていうか、本当にわからないの。だってさ、例えばさ、俺、安倍晋三に何の感情もないの。安倍総理大臣と天皇陛下とか、何の感情もない。なんでなら、会ったことないから。
いいやつか悪いやつかもわかんないの。だけど、その配信者とかでもそうだけど、たまにさ、会ったことないのに悪口言ってくる人とかいるの。俺のことを。で、会ったことないのになんで判断できるんだろう、この人って思うの。で、よくよく考えたよ。俺、会ったことない人の意見とかあんま言わないでしょ。会ったことあったら事実にのっとって、こういうことがあったから嫌いとか、こういうことあったから好きって言わないよ、俺。変なのかな？例えばさ、会ったことのない配信者について聞いてくださいとか、なんか感想くださいって言った時、わかんない。なんで俺に聞くの？とか、よく聞かない？俺の放送を見てて。いや、俺知らねえよ、そんなの。とか、よく聞かない？いや、関係ないでしょ、俺。とか。よく言ってるでしょ。だから本当に湧き起こらないのよ。会ったことない人とか関わったことない人になんで俺に聞くのみたいな。だから朝比奈ちゃんの件がまさにそうだったじゃん。俺は会った感覚ではいい子だったから彼女とコラボするよって。高城剛の話は違うじゃん。高城剛の発言を踏まえた上で嫌いじゃん。判断材料がちゃんとあるじゃん。その発言は許せないっていう話じゃん。わかる？高城剛の発言が嫌いじゃん。わかる？で、高城剛がいい人か悪い人かって言ってないよ、俺。その発言は何なのっていうことと、彼が何で生計を立てているのかわからないっていう話をしてんだよ、俺。うん、変ではないっていうよりも、大衆、だからその、大衆心理とか普通の心理っていうのが理解できないんだよね。その、逆に知りたいのよ。逆に。その、なんで、その、ベッキーを攻撃できるのか、なぜ、乙武さんをクズだと思うのかって聞いたら、具体例が出てこないんだよ。いや、違う。嫌な体験がないのになぜ、嫌いになれるのかがわからないってこと。だから、ベッキーに何もされてないじゃん。うん、まあ、ベッキー叩いてないからあれなんだけど、じゃあ、乙武さんに何もされてないじゃん。で、なんで乙武さんが極悪だと思ったのかって聞いても、答えが出てこないんだよ。うん、あ、マッサルさんお疲れ様です。わかる？エイトマイルズハイさんにずっと聞いたじゃん。なんで？なんで？って聞いたけど出てこないじゃん。だから、なんとなくでなんで判断できるんだろうと思うの。なんとなくで。そこが知りたい、俺は。記事で印象操作されてる。だからそれを事実だっていう風に受け取ってるんだろうな。そうそうそう、乙武さんは極悪だって完全に言い切ったわけよ。で、その理由で納得できるかどうかなんだけど、理由が出てこないじゃん。何をもって乙武さんが極悪だと思ったのか。で、もしそれが理由が出てこないとしたら、乙武さんただディスられただけなんだよ。すごい誹謗中傷を受けただけなんだよ。うん。でも、その感覚って広まっちゃうと思うの。大衆って呼ばれてる人たちの間で。俺もそうかもしれない。あ、そういえばそうかも。で、理由が一切ないまま広がっていくんだよ。いや、共感能力は俺がないから、サイコパスだし、アスペだから、共感能力が全くないとこういう考え方になるのよ。うん。だから自分はされてないじゃん。だから共感能力発動する場所じゃなくないっていうことをずっと言ってんのよ。わかるかな？だって悪いことをされてないのに自分がだよ。自分は叩いていいんだってどういうこと？それはわかってる、それはわかってる。そこの判断材料はちゃんとやるから。うん。で、エイトマイズハイさんのその乙武が極悪だについてはまだ出てこないの？ずっと待ってるんだけど。それは、俺、エイトマイルズハイさんを嫌がらせしたいんじゃなくて、ないならないでいいのよ。で、ないならなぜ叩かれるんだろうって面白くない？で、しまいには叩いてないとか言い出したら、それはさすがに違うだろうってなると思うんだけど。いやだからメディアの怖いところって、結局周りが言うように印象操作が簡単にできるから、大衆って操作が簡単にできるから、要はだから俺ね、無関心だから叩けると思ってんの。ネットも大衆っていう人は自分と関係がないから叩けるっていうところあると思うの。そう、関係がある人あんま叩かないよ。
っていう、そのなんだろうな、不思議だなって思う部分がいっぱいあるんだよね。ネットっていうか、そのネットっていうか日本で起こること、うん、で もしかしたらだけど、もうこれはさすがに飛躍しすぎてるかもしれないけど、ベッキーの奥さんが喜ぶ可能性だってあるじゃん。これは言い過ぎだよ、言い過ぎだけど、俺はそこまで考えてるからね。いや、旦那浮気されて萌えだわ、萌えるわみたいな性癖を持ってるかもしれないじゃん。なくはないでしょ、うん、わかるかなこの感覚。だからそれってどっかに乙武さんずるい、乙武は楽して稼いでずるい、ベッキーは楽して稼いでずるいっていうひがみが根底にあると思ってんの。さらに言うなら、要はいい人キャラで売ってたのに悪いことやったからっていう、その深層心理にあるこいつはずるいやつだっていうのがトリガーになってると思うんだよ。俺は弱い、弱いから守れ、守る義務があるだろう、はてな、クラスメートも俺を守れ、それが道徳だっていうところをついた天才なんだろう。全然違うよ。乙武さん俺かなりチェックしてるけど、あの人は障害者で、障害なんてなくせって、喧嘩は僕ずっと買ってきた、だから暴力が使えないから口喧嘩が上手くなったって言ってる人なんだよ。であの人ってバスケ上手いの知らないでしょ、エイトマイルズハイさん。あの車椅子降りてバスケットドリブルクソ早いんだよ、あの人バスケめちゃめちゃうまいんだよ、パス回しと。だから俺は障害者として扱われたくないっていうので戦ってる人なのよ。だから弱い、弱いから守れっつうの、完全にエイトマイルズハイさんが乙武さんの本も主張も主義も全部聞いてなくて勝手に植え付けた印象なんだって。守れの人じゃないの、対等に扱えの人なの、あの人の主張っていうのは。パスできるどころじゃないよ、ドリブル超低空で低くてパスめちゃめちゃ速いんだよ。いや、めちゃめちゃだよあの人。だから障害者から逆にひがまれるのはわかるの、めちゃくちゃ好戦的だよ。そうだから口喧嘩で俺一回も負けたことないっていうぐらい好戦的なの、本当に。だから弱い立場だから弱さを利用してるっていうところないよあの人。むしろそのイメージがどっからついたのかっていうのが俺びっくりするもん。だからそれも裏付けがなくて自分の妄想で勝手に作って、その妄想で勝手に攻撃してっていう、全部裏がない状態で叩いてるわけじゃん。怖くね？見てないから、だから無関心だから叩けるっていう、うん、まあまあでも大衆っていうのはそういうもんなのか。だからホリエモンの逮捕とかもまさにそうだよね。みんなあの逮捕された当時インサイダー取引とか脱税で捕まったと思ってたじゃん。みんながみんな。だからそれにすごい近いなとか思うよね。あの印象でミーが動いちゃうっていう。そうそう、風雪のルフっていう世にも珍しい。風雪のルフは弱くないんだよね。なんだっけ、あのなんだっけな、そっちがメインじゃないんだよね確か。もう一つ何だったっけな、要は株の買い取った子会社を、株を渡してたんだけど、現金をくれって言われて、現金を経由するときにファンドを返して現金を渡して、ただ現金の貸し付けが堀江さんがそのファンドに現金を貸し付けてみたいなスキームの問題なんだよ。だからあの税金を多く払いすぎた、要は売上が高すぎる報告をしたっていう変な逮捕のされ方してんのよ。脱税と、なんだっけな、脱税となんとか申告、要は売り上げを多く見積もった方で捕まってるんだよ。
だから脱税の逆、なん脱税の逆なんて言うんだっけ、あの多く売り上げを見積もっちゃうやつっていうのも知られてないじゃん、あんまり当時から知られてなかったけど、俺もちょっとうろ覚えなんだけど、要は株価が上がっちゃって偶然儲かっちゃった、その経理上の問題なんだよあれ。なんだったっけな、なんて言うんだっけ、用語が出てこない。その動画見たことあるけど、顔面を蹴れば終わるでしょう、顔を蹴れば終わるでしょう、スポーツって喧嘩にルールつけたものだから、あの動画見て俺は嫌だなと思った。インサイダーではない、インサイダーっていうのはあのこの株価がこのタイミングで買ったら確実に上がるよっていう、その株価の情報を身内で釣り上げてやるっていうのがインサイダーだから、要は仲間内とかで何月何日にこの株買ってこのタイミングで売り抜けたらこの利益が取れるよねっていうのを、要は出来レースで八百長試合をやることをインサイダーっていうの。だからインサイダーなんかやってないので、黒字報告で自社株を上げたんじゃないのっていうのが警察側、検察側の言い分だったんだけど、理論上そんなことができないよっていうことが堀江門の主張で、俺は堀江さんの主張が正しいと思うの。なんでかっていうと、下がる可能性もあるから、あの状態だと。だから黒字報告で上げたんだ、意図的に釣り上げたんだって言ってるけど、堀井さんはそんなこと不可能だって言ってんの。粉飾決算だ、粉飾決、いや違う、そう、粉飾決算だっけな、さっきなんて言ってたっけ、粉飾決算は粉飾決算なんだけど、要はね、新しいことをやっちゃったんだよ。その間にファンドをかまして、ファンドが貸し付けたのを買い取ってみたいなことをやっちゃったから、だからややこしくなったの、でもちゃんとコメントしたからこそ、顔を蹴れば終わるでしょっていうのが乙武さんが言ったのであれば、そういう発言を乙武さんがしたのであれば、エイトマイルズハイが言ってることはわかるけど、顔を蹴れば終わるでしょっていうのが、エイトマイルズハイの勝手な解釈で乙武さんの発言ではないとしたら、それは違うでしょって思うかな。まだ法が整備されてない段階だね。証券法取引法容疑で逮捕、2年懲役実刑、収監、仮釈放、同件。証券法違反容疑。あのね、そう。そこがそうなんだけど、証券法のルールブック、法律には書いてないところで逮捕されてんの。いや、まあ、虎の尾を踏んだのはそうなんだよ。要は、フジテレビの件もそうだし、球団の件もそうだし、要は、新聞とテレビ局と、鍋常さんと、ね、全部敵に回したわけだ。で、さらに政治家の虎の尾も踏んだわけでしょ。三つ踏んだから、それは間違いない。きっかけ、トリガーになってるのは間違いないのよ。正直言うとグレーゾーン、当時の方あのものだと、要は法律で、でもグレーゾーン、要は疑わしきは罰せずの原則だから、普通は裁いたらいけない段階だし、過去の判例とかを見るとさ、あのもっと巨額なのに誰も逮捕されてないんだよね。だから堀江さんが見せしめ逮捕になったのは間違いない。だからあの法律自体はグレーゾーンだったんだけれども、あの実刑を食らうっていうのは俺はありえないと思うね。選挙勝ってたらっていうよりも、あれは負けるために出てたからね。あれ本人受かると思ってないからね。要はね、売名なんだよ、堀江さんがうまかったのって。要は広告費を一切かけないで、ライブドアっていう名前をどうやって世に知らしめるかっていうので味を占めちゃった部分ってでかいと思うの。球団買収できるかできないかなんかどうでもいいんだよ。堀江門が何かでかいことをぶち上げてやるぞって言ったら、世間にライブドアっていうものが広まる、ただで。そうすると名前が認知される、株価が上がるっていうことを知っちゃったから、あの人が。だから無料でこんなすげえことできるじゃんっていうので怒らせたんだよね、大人たちを、っていうのが俺は読みだと思うよ。
あんま調子つくなよっていう、その古い権力者たちを怒らせたっていう。まあ政治家と 新聞界のドンと ね、当時超儲かってたテレビ局のね、社員たちを全員、役員たちを全員的に回したわけでしょ。あ、見せしめ逮捕であることは間違いないよな。だからまさにその、なんつうんだろう、雰囲気が、その、彼を、その、本来実刑じゃなくて確実に執行猶予で、ね、終わる話、要は税金も戻ってくる話じゃん。要は黒字で多く見積もったってことは、多く税金払いすぎたわけだから、多く税金が返ってくる、要は高額納税をした話なのにねっていう。ホリエモンは何十億か多く税金を払いすぎたっていうさ、話なのに実刑を食らうんだっていうのが面白いよ。税金多く払うと逮捕されるんだみたいな。平たく言うとそういうことでしょ。税金払え払えじゃなくて、払いすぎたから逮捕だ、お前は税金払いすぎだっていうことじゃん。すげえなみたいな。 税金払いすぎて逮捕される人いるんだみたいな。で、だからホリエモンの言う通り、ああだったら間違えました、すいませんっつって修正申告したら終わりじゃないのっていうのは、俺もそれは正しいと思うけどね。もしそれでも刑罰にするのであれば、まあ執行猶予、初犯だから執行猶予でもいいんじゃないのっていう。だからなんだろうな、その理論じゃなくて感情で動くのか理論で動くのかみたいなところじゃん、俺が言いたいところって。理論のようであって実は感情で動いてるだよ、多くの人って。理屈とかルールとかじゃなくて感情に左右されるんだよね。で、それはそれでいいのよ、別に。感情で左右されるのは人間だから。ただ、俺が怖いと思ってるのが、感情で動いてる人間が、自分が理屈で動いてるっていうふうに思ってる場合ってあるじゃん。どっちが正しいっていう話じゃないの、俺が言いたいのは。感情で動いては感情で動くよね。うん、わかるわかるなの。俺もそうだから。だけど、本人は感情で動いて、感情で発言をしてるのに、理性でやってると思ってるのって怖くない？それはずれるじゃん。理屈で考える部分と感情で考える部分っていうのは、本人が、いや、俺は感情論でこうだと思うっていうんだったら、俺は、あ、そうなんだって。それはわかるわ。なんとなく嫌いなのね。なんとなく好きなのね。わかるわかる。で、終わるんだけど、違う。理由があるんだ。理論があるんだ。でもない。それ感情でしょっていう。で、感情で発言することと感情で、いや、嫌いなんだよね、だったらわかるんだけど、それを理屈だって思っちゃうと、理屈としてはうまくいくわけがないじゃんって思っちゃうの。わかるかな？
で、さらにその危ないところっていうのが、そのみんながそう思ってるから私もそう思うっていう心理が働きやすいと思うのよ。そのみんなが思ってる、要はね、俺これ日本人の嫌いなところなんだけど、みんなが思ってるものは正しいことだと思ってる人が多いのよ。8割の人間が正しいと思ってることは事実だっていう認識をする人って結構いるの。いや、違うでしょって俺は思うの。正しいことはね、100万人いて1人だけが正しいことを言っても、他の全員が間違ってることを言っても、俺はこの1人の方が正しいと思ってんの。正しいことを言うなら。天動説、地動説とかそうじゃん。わかる?で、正しいことを言ってるやつが正しくなくて、数が多ければ、そう、数が多ければ正しいんだの理屈は絶対間違ってるでしょっていう話だよね。突き詰めて話すと。要は共感と感情の話になるんだけど、いや、正しいことは人数が多い少ない関係ないでしょっていう。で、もしその人数が多い方が正義だっていう論理が成り立ってしまうとめちゃくちゃになるだろうっていうふうには思ってるけど。いや、違う。自分と同じ考えをしてるからっていう判断なのよ。経験則で多数派が合ってることが多いんじゃなくて、みんな自分が正しいと思って人間は生きてんの。で、多くの人が共感してくれるから自分が言ってることは合ってるんだって思っちゃうことって科学的ではないのよ。感情的でしょ?わかる?統計ではない。統計の話ではない。違う。統計っていうのは、だから多くの人がこう思ってますねっていうのが統計なのよ。統計としては正しいの。ただ、それが真実、多いから正しいですよねっていう統計では出さないでしょ。わかる?言ってる意味。だから、統計で考えると、どういう風な割合が多い、どういう人が少しだけいる、だけしかわからないのよ。さて、その上でっていうのが統計の使い方じゃん。ただ、俺が言ってるのはそうじゃなくて、正しいことがあった時に、一人だけしか分かっていなくて、世の中の人が全部間違えていたとしても、そっち側の理屈を採用してしまうと、そっち側が真実だの、だからウィキペディアと同じ理屈だよね。ウィキペディアに書いてあることが多くの人が事実だって言うと事実なのかって言ったら違うよって。誰でも編集できるものだよって。それが真実じゃん。真実と事実は違う。要は本当のことと解釈、多くの人がこう考えてるっていうことは違うよねっていう話だよ。わかるかな?わかるかな。まあだから昔海の向こう側地平線で、向こう側の先は崖だと思ってたわけじゃん。地球が丸いなんて考えてなかったわけじゃん。崖だったのよ、海の向こうは。海の向こうには何もないって、落ちるって考えてたわけじゃん。でも、地球は丸いんだっていうことを、少数だけど言い続けた人とかいるわけじゃん。アインシュタインの理論も当時しか数人しか理解できなかったわけでしょ。相対性とか、特殊相対性理論とか。だから、事実と、みんなが認識してる、当然、要は解釈と事実をごっちゃにしてる人がすごく多くないっていう。自分がそう思うっていうのは構わないんだけど、なんていうのかな。それが間違ってるっていうふうに弾圧することはできなくないっていう。みんなが思ってるからっていう。いや、地球空洞説は、いや別にあってもいいんだけど、全然。
全然いいんだけど、あのそういう話をしてるんじゃないんだよな。まあ難しいよな、そこは。あのだからその正しいものとそれが解釈なのかっていうものってあるじゃん。それを切り分けるのがリテラシーだから、何も考えないところから始まって多数の意見を自分の意見として採用しちゃう人が多い。いやそういう話もいいじゃんじゃなくてね、俺それは怖いことだと思ってるんだよね。すごくわかるよ、その大衆がそう考えてるのはわかるんだけど、そのなんだろう、大衆がそう考えてるのはわかるんだけれどもね、芸能人はその大衆で飯食ってるからっていうのもわかるんだよ。だ全部分かった上で理解ができないって感じなんだよね。全部分かった上で、なんていうのかな、自分が正しいとは思ってないのよ。その自分が正しいっていうのを理解してる、あの主張してる話に聞こえるでしょ。違くて、あの俺が言いたいのはそれが理解できないっていう話をしてんの。え、年だったしな。あーマジか、マジか、調べますよ僕。あーマジか、残念だな、追いかけたか。はあ、また世の中がつまらなくなったな。また一個面白い人間がいなくなってしまった。ロケンロー、いやー面白い人が追いかけたね。あららら、まあまあまあね、それが 愛なのかもね。いやー世の中が一つつまらなくなってしまったね。俺は好きだったな、キキリンさんも内田裕也さんも。ご冥福をお祈りします。めちゃくちゃな生き方でしたが大好きでした。お疲れ様でした。ご冥福をお祈りします。やろけんろー、残念だね。でもこれでピエール滝の大物ね、芋づる式大物の中に内田裕也は確実にコカインもシャブもマリファナも全部やってたから、これで一人候補が創作網から一人減ったよね。内田裕也っていう名前がね、確実にやってたから。確実に全部のドラッグやってたから、まあだから大型逮捕がなくなったよねこれでね、一人。あんな残念だな。内田裕也のエピソード大好きだったんだけどな、残念だね。まあいいや、そろそろ寝ますか。ということでまた明日放送します。皆さんありがとうございました。フォローよろしくです。お疲れ様です。
じゃあ。